韓国が領有権を主張している竹島なんだけど、2012年平成24年8月10日は当時の大統領イ・ミョンバク氏が上陸して物議を醸し出したこともあったよね。東日本大震災の翌年で、日本国内がまだまだ不安な状況下での火事場泥棒じみた行動に批判も吹き出した記憶があるな。支援を行ってくれたのも事実だが、こんなことをされたら台無しだな。さて、そんな竹島に急展開が起きたみたいで、当事国以外のイギリスとオーストラリアが竹島を日本領土だと認識しているんだって。今回は竹島の領有権関連について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在、日本の領土問題として多くの人が認識しているのは、北方領土ロシア、竹島韓国名独と、尖閣諸島中国台湾の主に3つだよね。特に北方領土については、日本地図にも載っているから、日本人としては学生時代に教え込まれるものだよ。北方領土に関しては、政府もなかなか強気に出られず膠着したままだぜ。まあ、わざと交渉のテーブルから外した安倍元総理みたいな政治家もいたけどな。尖閣諸島に対する中国の圧力は非常に大きいから、いやでも最大の係争地域として重要視せざるを得ない状況になっていて、毎日のように中国海警局艦船と小競り合いが続いており、中国の実効支配をなんとか防いでいる状況と考えられるよ。尖閣諸島を狙っているのは中国だけではなく、台湾も自国領と主張し始めているんだけど、そういう台湾を自国の核心的利益と呼び、武力を使うかどうかは不明にしても、必ず統一すると息巻いているのが中国ってわけ。中国は台湾統一を果たすために尖閣諸島を自動的に中国領土に組み込んでしまえば、有利になるから、日本は防衛のためにも中国の台湾統一を阻止する必要が出てきたよ。尖閣諸島へ中国側の物理的な上陸を阻むことが必須ではあるんだけど、実効支配されてしまえば、北方領土や竹島のように、交渉で返還を図ることは事実上困難だと思うな。日本は憲法によって紛争解決に武力行使は禁止されており、ということは、北方領土や竹島に関して、武力によって奪還することはできないだろうな。だからこそ、老獪な政治手腕が必要なんだが、非常に残念なことに日本の政治家にそういう高スペックを持っている人物はいないようだぜ。どんなに叩かれても、自分の政治生命を絶たれてもやり抜くという虫の政治家は皆無というのが、現代日本の不幸だと思わざるを得ないよね。中国がその気になれば尖閣諸島を実効支配することは至って簡単と見られるんだけど、それを回避するためには、海上保安庁の艦船等による物理的な防衛を強化していく方法しかないと思われ、また、台湾有事に対しては、アメリカのバイデン大統領も台湾防衛に軍事力を行使すると明言はしているけど、アメリカ国内メディアからはまずは台湾自身が立ち向かう必要があるという異論も出ているみたい。仮に中国が台湾へ武力侵攻した場合、まず台湾が自分から立ち向かう姿勢を示さなければ、アメリカはあえて中国と対峙する事態は得策とは言えないと判断しているということだろうね。つまり、アメリカ自身が中国軍の攻撃を受けない限り、台湾有事や尖閣諸島でもアメリカ軍の軍事介入は慎重に行うべきという世論がアメリカ中には一定数存在しているということで、そしてこれは日本にも応用されるという現実をアメリカを頼みにしすぎる人たちは覚えておくべきことだと思うよ。こんな状況下、竹島の領有権問題について前述の通り、急展開が起こっていて、日本側の主張を裏付けるイギリスやオーストラリアの公文書の存在が提示されたんだって。場所は東京都千代田区霞が関にある領土試験展示館で、2021年9月28日から領土試験展示館では太平洋戦争で敗戦した日本が、アメリカを中心とする西側連合国と締結したサンフランシスコ平和条約締結70周年の記念として、新しい公文書が公開されたんだ。歴史を振り返ると、1945年昭和20年8月、敗戦国になった日本はアメリカを中心とする、連合国軍最高司令官総司令部 GHQ のマッカーサー元帥などの統治下に置かれ、7年間1952年昭和27年4月までその状態が続き、
マッカーサー元帥は1945年9月、いわゆるマッカーサーラインを暫定的に設定し、決められた中で日本漁船の操業を認めたんだけど、韓国名で独島と呼ばれる竹島が日本側の枠外になっていたことは事実ってわけ。ただし、あくまでも GHQ サイドの便宜的なもので1951年昭和26年9月に調印されたサンフランシスコ平和条約では、日本が返還する地域はチェジュ島巨群島ウルルン島を含む朝鮮と書かれていたのも紛れもない事実なんだ。調印される2ヶ月前、1951年7月、韓国政府は上記地域に独島を追記してほしいと要請したそうだけど、翌月にアメリカ側は独島は日本の竹島と認めて韓国の要請を拒否しているよ。当時、初代韓国大統領であったイ・スンバンは不服として、1952年1月いわゆるイ・スンバンラインと呼ばれる境界線を勝手に引いていて、マッカーサーラインの真似をした形で、独島を含めて引いたことにより、強引に韓国領土に取り込んだわけなんだ。サンフランシスコ平和条約の記述にも背いているイ・スンバンラインの宣言に、翌2月日本もアメリカもこのラインを認めることはできないと抗議したんだけど、韓国は聞き入れずそれから70年以上経った今も独島の実効支配を続けているってわけ。竹島の帰属についてこれまで韓国側はアメリカ一国だけが日本の領有権を認めているに過ぎないと述べ、サンフランシスコ平和条約を締結した連合国の総意ではないという主張を繰り返してきたよ。しかし今回、領土主権展示館で展示された1951年1月付のイギリス公文書には、竹島を日本の領土とするアメリカ国案にイギリスが同調したことを、連合国の一国であったオランダに示したことがはっきりと記載されているんだ。また同年7月、オーストラリアの外務省が、当時韓国釜山に駐在していた同国外交官に送った電報も展示していたが、その文書には従来の韓国側の主張を覆す内容が書かれていたそうだぜ。具体的には、サンフランシスコ平和条約が定めた日本が破棄すべき島、チェジュ島巨群島ウルルン島に独島を加えるように要請したものだったらしく、その破棄対象に独島を加えることを了承させるため、韓国側は地理上の位置を偽って要請しているから、オーストラリアとしては容認できないという見解が示されていたな。この領土主権展示館で掲示された日本の主張を強化する新しいイギリスや、オーストラリアの公文書に対して韓国側はどう出るか見物だけど、多分今まで同様、自分の都合の悪い事実を黙殺することだろうね。とはいえ、韓国側が無視し続けると分かっていても、こういった地道な証拠や公文書の提示などによって韓国の主張へ抵抗し続けることには大きな意義があることは言うまでもないよ。自分たちの嘘がバレても、韓国は2007年平成19年に就役させた強襲揚陸艦に独島と命名、国内世論の反日政策への誘導を続けているみたい。それ以降も日本への対地攻撃を意識した潜水艦と三安ちゃんを配備し、この艦の最終型であるバッチ3では原潜化を施行、国産初の3万トン超級の軽空母計画を開始しているから、どこに向けた軍備なのだろうかと突っ込みたくなるよね。日本は自国領土でも一度実効支配されてしまえば北方領土のように手も足も出なくなってしまうから、こうした前例を無駄にすることなく尖閣諸島が同じ状況に陥らないように政治的行動を期待したいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年2月21日、海上保安庁のヘリコプター搭載型の新型巡視船が建造中の三菱重工業者の下関造船所で浸水を迎え、巡視船弓張と命名されてその巨大な船体で日本の海への第一歩を踏み出したことが報じられたよ。巡視船弓張は、大型でヘリコプターを2機搭載して運用することが可能なタイプの巡航型巡視船であり、1番艦巡航、2番艦朝凪に続く、3番艦として建造が進められてきたものだな。尖閣の平和を守るために、存分に頑張ってほしいよね。さて今回は巡航型巡視船の3番艦の弓張が三菱重工業者の下関造船所で浸水したことについて、詳しく解説していくよ。
それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上保安庁における巡航型巡視船は PHL パトロールベッセルラージウィズヘリコプターに分類され、同庁の所属の船舶の中でもヘリコプター2機を搭載できる点でも最大規模の船舶に相当する大型艦なんだ。巡航型巡視船は今回の3番艦弓張りを含めて、3隻すべてを三菱重工業者の下関造船所が建造を担っており、1番艦の巡航はすでに2020年2月に鹿児島の第10管区保安本部に配属が行われているよ。2番艦の朝凪は昨年2022年6月に浸水を迎えており、3番艦の弓張りと同様にこの2023年度中には収益する予定と目されており、巡航型巡視船の建造費は1隻あたりおよそ170億円強と公表されているね。海上保安庁の大型区巡視船といえば総トン数で7300トンを超える黎明型がよく知られていると思うけど、同型は軍艦と同様の頑丈な構造を備えることもあり、1隻あたりの建造費はおよそ260億円強と高額だったんだ。そのため巡航型では建造費用の低減もポイントとなっており、商用用の船舶と同様の構造を採用することでコストダウンを目指し、戦術したような金額を実現、黎明型に比べ2分の2ほどで収めることに成功しているぜ。そうした経緯を持つ巡航型巡視船は、総トン数で6742トン、全長で約 140.0 メートル、最大幅で 16.5 メートルの船体を持ち、ディーゼル機関4機を組み合わせた CODAD 方式を採用。最大で3万6000馬力、25ノット以上の速力を確保しているよ。巡航型巡視船は排水量が大きいことにも比例して、海上保安庁の巡視船の中では兵装も充実しており、兵装にはスウェーデンはボフォース社製の70口径の 40mm 単装機関砲1機を装備しているんだ。これに加えて巡航型巡視船は副兵装としては、アメリカはゼネラルエレクトリック社製の 20mm の M61 バルカン砲2機も備えており、海上保安庁の巡視船の中では最も重武装が施された船の一隻だと言っていいんじゃないかな。また巡航型巡視船の最大の特徴でもあるヘリコプターの搭載能力は、エアバスヘリコプターズ社製の EC-225 シペルピューマーク2プラスを2機収納カレナ格納庫を備え、配備自体も常時2機を搭載する運用とされているよ。こうしたヘリコプター2機にプラスして巡航型巡視船では4隻の小型艇も搭載しており、これらを使用した複数の任務への対応が可能であり、合わせて他の小型の巡視艇等へ補給を行える支援機能も果たす船舶でもあるんだ。巡航型巡視船がこうしたいわば母船機能とでも言うべき能力を付与されている理由は、年々高まっている中国側からの圧力に対抗するための処置であり、具体的には尖閣諸島の周辺海域における警備力の強化だね。今回浸水を果たした巡航型巡視船の3番艦弓張りも、すでに尖閣諸島周辺を警備する専従班に配備することが決定されており、その領域への侵入を常態化させている中国海警局の船舶に対抗することが期待されている状況だよ。尖閣諸島の周辺海域は海上保安庁の組織においては第11管区海上保安本部が管轄しており、そこでは沖縄方面の東シナ海や太平洋フィリピン海の警備を手掛けるもので、本部は沖縄本島の那覇に置かれているな。海上保安庁の中でこの第11管区海上保安本部は最も多い人員と船舶等の装備を有する本部であるが、その管轄領域内に尖閣諸島を持つため、その領有を中国及び台湾が主張していることから特に警備体制を強化しているぜ。中国や台湾が尖閣諸島を自国の領土だと主張するようになったのは1971年以降のことだけど、ことに2012年に日本政府がその国有化を行って以後、中国側は自国の海警局の船舶のその方面への進出を強める動きに出ているね。それは尖閣諸島が日本の領土ではないという中国側の主張を周辺国や世界的に発信する意図を持った行動だと考えられるけど、ゆえ石原慎太郎氏が尖閣諸島の東京都への編入を打ち出して以後、中国の強硬路線は強まった感があるよ。
結果として政治的には尖閣諸島は東京都への編入ではなく、日本政府が国有化して現在に至っているわけだが、中国側の侵入を警戒して下した決断が、なお一層中国側の同諸島に対する意識づけを明確にさせてしまったことは事実だろうな。そしてそうした中国側の動きに合わせて日本側も尖閣諸島の警備体制を強化せざるを得ず、2013年以降は尖閣諸島の周辺の領海に対し専従での警備体制を敷くことを余儀なくされ、12隻の巡視船による部隊が組織されたぜ。こうして組織された尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制は、3年後の2016年2月には一旦の完了を見たんだけど、中国海警局は海上保安庁の船舶をはるかに上回るペースで増加を続けており、侵入の頻度も増加の一途をたどっているね。海上保安庁側としては尖閣諸島の警備を強化するにあたっては、石垣島からも同諸島までの距離があることから、一定以上の規模を持つ船舶でなければ同海域に長期間留まっての任務を行うことは困難なため、大型の巡視船を増加させているみたい。その一環として今回の巡航型巡視船の3番艦の弓張りの進水も位置づけられており、船体自体が大型で高い汎用性を備える巡視船を、尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制の部隊に追加する最大の目的となっているよ。すでに2012年度の時点では第11管区海上保安本部に配備されていた大型の巡視船は7隻だったものが、3倍増となる21隻体制にまで拡充されつつあるけど、中国海警局の船舶の増加数には全く追いついていないのが実情なんだよね。昨今の中国海警局は組織の改変に伴い軍事警察の傘下の組織となっており、配備されている船舶もそれに準じてももともとは中国海軍が運用していた水上戦闘艦の移管も行われ、中には 76mm もの主砲を搭載したものまで存在しているんだ。それらの中国海警局の船舶は4隻で1つのチームを組む運用が確認されており、尖閣諸島の周辺海域に日本の船舶が現れると集団でその行動を妨害する動きを加速させ、事実上日本の漁船の自由な操業を困難にしているってわけ。そうした現状にあろうことか日本の海上保安庁の対応が弱腰であるとの批判の声も一部からは上がってきているが、この尖閣諸島の問題は国家主権をかけた純然たる政治課題であり、現場の海上保安庁の判断に着せられることでないことは明白だろうな。中国はこうした尖閣諸島に止まらず、台湾や南シナ海においてもその領有を主張して周辺国との圧力が絶えないんだけど、経済力を背景に海軍や中国海警局の増強を続け、その実力をもって自らの主張を押し通そうとしているみたい。にもかかわらずなぜか日本の大手のマスメディアの中には、未だ露骨な反米親中の思想やイデオロギーを声高に叫ぶ人物たちの主張を繰り返し掲載するものがあり、未だその傾向は止むことはないと実感させられるよね。個人的で主観的な意見を述べることを許してもらえるのなら、仮にイデオロギーの問題は置いておくとしても、中国の肩を持つことが一体何の得を日本にもたらすことのになるのかと、その真意を問わずにはいられないよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。中国海軍の航空母艦といえば、一番艦で練習用とみなされている遼寧が近年は日本の近海にもたびたび進出するなど、同国海軍が自国の沿海域を越えて西太平洋に勢力を拡大するための象徴的な戦力と位置づけていることが感じられるよね。遼寧は旧ソ連時代に建造中であった同国の未完成の航空母艦を、最終的に所有権を有したウクライナから中国がスクラップと名目を偽って入手し、完成させて自国の初の航空母艦として収益させたことでも有名だな。中国の軍拡の動きは侮れないよね。どんな状況になっても対応できるように、日本側も備えておく必要があるよ。さて今回は、中国が遼寧、山東に続き3隻目の福建を進水させたことと、電磁式カタパルト搭載の件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
中国はこの遼寧を完成させた経験をもとに国産都としては初建造で、海軍としては2隻目の航空母艦3トンもすでに2019年末に収益させ、航空母艦戦力の拡充を図っており、こちらも海洋進出の強化を印象付けているよね。しかし遼寧3トンの2隻はいずれもストーバーショートテイクオフバットアレステッドリカバリー方式での、艦載機の運用を行う航空母艦であり、艦首部にはスキージャンプと呼ばれる傾斜が付けられているんだ。これはストーバー方式が日本語では短距離離陸高速着艦と訳されることからもわかるように、艦載機ができるだけ短い距離を自走しスキージャンプ勾配を利用して離陸し、着艦はアレスティングワイヤーを使用する形式のものだな。このストーバー方式は発艦に強制的に艦載機を加速させるカタパルトを使用しないため、その開発技術やノウハウを持たない国の海軍の航空母艦でも用いられているが、その分艦載機の能力には制限が生じてしまうぜ。これはストーバー方式の場合にはどうしても艦載機が自力で加速して離陸する必要があるため、機体自体を軽くしておくことが避けられず、物理的には可能な燃料や兵装の搭載量を減らさざるを得ないことを意味しているよ。よってストーバー方式で離陸した艦載機はカタパルトを装備したカトーバー方式の場合と比して、一概に燃料が少ないため作戦行動半径が狭く、また兵装も少ないため、攻撃回数や攻撃能力に劣ることがマストと考えられているんだ。アメリカ海軍の主力である10隻のミニッツ級航空母艦及び、1隻のジェラルド・アール・フォード級は全てカタパルトを備えたカトーバー方式なんだけど、同方式が採用されている航空母艦はこれら以外にはフランス海軍のシャルル・ド・ゴールのみとなっているみたい。このシャルル・ド・ゴールが搭載しているカタパルトも、アメリカが同盟国として技術援助を行っていることで実現されているものであり、事実上これまではカタパルトの製造や運用技術はアメリカが独占していると言って良い状態だったんだ。これらのカタパルトの中でミニッツ級やシャルル・ド・ゴールが搭載している形式が蒸気式カタパルトであり、映画トップガンでアメリカ海軍の航空母艦から F-14 や FA-18 等が離陸する際に描写されたものだね。これらの映画の画面でもわかるように、蒸気式カタパルトは文字通り蒸気をその力として動作しているため、艦載機の離陸時にはかなりの量の水蒸気が飛散されることを目にしたという方も少なからずいると思うよ。アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦はこの蒸気式カタパルトを艦首に向けて2機、アングルドデッキ上に2機の合計4機を備えているけど、動力となる蒸気を通すため非常に多くの配管を艦内に張り巡らせているんだ。その蒸気用の配管の維持メンテナンスにも膨大な労力がかかるであろうことは想像に難くなく、また艦載機の離陸時の機体ごとの調節の容易さを狙って、アメリカ海軍は2017年に収益させたジェラルド・アール・フォード級からカタパルトの仕組みを変更したみたい。それが電磁式のカタパルトであり、EMALS エレクトロマグネティックエアクラフトローンチシステムと呼称される、電気を動力源として用いる形式で、アメリカ海軍とイギリス海軍とが共同開発を行ったものになるぜ。電磁式のカタパルトは蒸気式のものと比して、艦載機へ加える力をより状態に応じて細かく制御可能であり、またエネルギー効率に優れ構成部品が長寿命。蒸気を起こすボイラーやその配管が不要となることが利点とされているな。引き換え電磁式のカタパルトの運用には膨大な電力を供給する必要があり、また現時点では蒸気式カタパルトに比して開発及び製造に要するコストが総じて高額であり、費用対効果の面ではまだ課題が多いと考えられてきたよ。しかもこの電磁式カタパルトを搭載した初の航空母艦であるジェラルド・アール・フォードは2017年に収益を果たしたものの、同システムや他の兵装搬出用のエレベーターなどのトラブルが相次ぎ、戦力化にはかなりの時間を要しているみたい。まだまだクリアしないといけない課題がたくさんあるってことだね。こうしたジェラルド・アール・フォードでの失敗の教訓を活かし、以後のアメリカ海軍では艦艇への新機軸の搭載はある程度に限定しつつ進めていく方針を打ち出しており、安定した移行を図ることを優先するんだって。このようにアメリカ海軍ですらもその導入と実る運用に手を焼いた電磁式カタパルトなんだけど、
中国海軍では2022年6月に進水を行った3隻目の航空母艦福建に、これまでカタパルトの運用実績すらないにもかかわらず搭載すると明言しているんだ。福建が進水を迎えた際には、搭載予定とされた電磁式カタパルトは3機と説明されていたが、いずれもその箇所には覆いがかけられており、実際に装備されるのはまだ後のことになるのだろうと伺わせたな。中国海軍の福建は基準排水量が7万1875トン、満載排水量が8万トン以上、全長が315メートル以上、全幅が76メートル以上と推定されているが、無論この規模はアメリカ海軍の航空母艦を除けば世界でも最大クラスだね。福建は早ければこの2023年春前後に最初の航行テストに臨むと予想する西側の関係者もあり、さらにそこから1年半ほどの期間をかけて2024年中には実戦配備が行われる可能性も示唆されるなど、動向が注目されているよ。このスケジュールの予測が正しいと仮定した場合、福建は来年の2024年には電磁式カタパルトを含む艦載機のカトーバー方式での運用能力を獲得することが必須となるけど、個人的にはこの流れがスムーズにいくのかには疑問を禁じ得ないね。まずは当然のことながらあのアメリカ軍でさえも想定通りに稼働させることに時間を要した電磁式カタパルトそのものについてであり、いかに中国が様々な技術を模倣しコピーする国といえどそれが今から1年ほどで可能かという点だと思う。次にカトーバー方式用の艦載機の準備の件があり、これまでストーバー方式の機体しか運用してこなかった中国が、これまでも報道はされては北が戦闘機をはじめとし、早期艦載機等まで網羅する形にできるのかという部分だな。そして最後には福建はこれまでの中国の航空母艦と同様に通常動力型であり、非常に大きな電力を必要とする電磁式カタパルトの運用をその仕様で実用化できるのか、という点で決してそれは容易ではないと考えるためだぜ。これらをまとめなければ電磁式カタパルトそのものの完成、搭載する各種艦載機のストーバー方式への対応、通常動力型である福建の電力供給能力という3点から、その2024年内での収益は困難なのではないかと個人的には思えるんだ。いずれにせよ中国側がまず予想されたように、この2023年の春から福建の公開テストに着手できるのか否かが鍵となると思われるが、この2023年3月の段階でも今のところそうした動きは少なくとも報じられてはいないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。